あ、堂安買えんだ。え、堂安、あ、でもまあな、プレスバックちょっとフロントエリアで遅くなったシーンもあったから。あ、町田入れんの？あ、しっかり守ろうみたいな。あよ、まあな、で板倉出てったところのスペース怖いっていうのがあるんだろうね、多分ね。でも町田なんだっていうね。瀬古でいいじゃんっていう。町田怖いな。いや、絶対瀬古じゃん。いや、町田か。あ、瀬古ベンチ外なんだ。いや、町田に関しては一番攻守においてこのサイズ以外厳しいっすよ。怖いっすよ、だいぶ。瀬古ベンチ外だったんだね。ねえ、怪我以外で。町田より、瀬古より町田選んじゃってるのは怖いけどね。おい、たく、町田を？ああ、そういうことか。フォーバックのまま左サイドバック町田にしたんだ。大丈夫かな、町田の左サイドバック。細かく動き違うけど。まあ、最後のセットプレーのところなんだろうけどね。むっちゃ不安。なんか蹴ったけど。町田、普通でいいって。普通にお兄さんに渡してしっかり守備してくれりゃいいから。そう、なんか爪痕残そうみたいな、いいから。いや、これはね、いや、笑ったのがギリギリの優しさよ。だってこの状況で町田っていうのもかなり怖いしな。むしろ町田トップに入れてほしいもんね。あのセットプレーの時だけ弾き返すようにっていう。いや、このね、フォーバックの絞りってむずいのよ。センターバック出た後にこういうやつとか。で、町田って本当集中力切れるから、センターバックだとね、あの、こう、視野の外に人入れちゃったりとか、ガンガンあるんですよ。で、攻撃でもう、こう、ね、あの、もう失わなきゃいいじゃん、1-0 で。なのに、あそこでサイドチェンジ狙われるとさ、守備の時間長くなって、相手のチャンスにもなるから、みたいなのの、このね、全部が理にかなってなくての笑いですよ。町田でトップで点取れって意味じゃないですよ。その、フォーバックの難しさとかを、しかも左サイドバックそんな慣れてないでしょ、町田。そこ理解してるかどうかで、これが伝わるかどうかまた変わるんですけど。